こんばんは、速稼塾の久保です。今ね、いつも通り自宅に帰ってまいりました。この度は皆さん本当にお世話になりました。かなりたくさんの方と触れ合えて非常に嬉しいなと思います。まあ、というのはですね、私2034フェスといいますか、私の持っているナイト2000、ね、こちらの方を一人でも多くの方に触れていただこう、乗っていただこう、写真撮っていただこうと思いまして、昨日はね、宝塚の方へ行ってまいりました。そして本日は岡山の西粟倉村というね、そういうふうな小さな町なんですけど、小さな村ですか、村ですね、そちらの方に行ってまいりました。でね、もう本当に、ね、何人の方と触れ合えたんだろうか、本当にありがたいなと思います。本当通りすがりの方にもね、こう声をかけたりとか、それからファミリーが寄ってきていただいたりとか、お子さんとかがね、なんかお子さんは番組見てないと思うんですけど、非常に喜んでくださったりとか、もう私もね、本当にこれをしたかったんですよ。本当に私が本当こうおかがましいかもしれませんけども、皆さんの代表として1台の車を買って、そしてその車をずっと憧れていた私と同年代の方とかね、そういった方に一人でも多く触れていただこうかなと思ってですね、昨日京都回らせていただきましたけども、もともと私のいただいた車っていうのがデモカーとして、販売店さんね、エリア天湾さんにずっとありましたんで、まあ、デモカーという宿命を、まあ、引き継いだといえば引き継いだのかなと思います。で、車はすごくね、緻密に作られてまして、皆さんね、本当に楽しまれたと思います。私もそういう姿を見て、あ、本当に買った甲斐があったなと思いましたね。これでね、そっぽ向かれたら何だったんだろうと思っちゃうんですけども、やっぱり私は自分の所有物というよりも、自分の所有物は皆さんのね、シェアするべきものだと思うんですよ。私の稚拙な知恵とかもできれば多くの方にシェアしていきたいですし、やっぱり多くの方の知恵もシェアさせていただきたいかなと。要するに知恵も財産もなんか時間もね、人類共通の所有物なんじゃないかなって思えるぐらいまで分け合っていければなと。まあ、いうふうなね、今日も綺麗事から始まる放送でございました。さあ、お礼を言った後はさらにお礼を言いたいと思います。この度ね、お集まりいただいた方にいろんなものをいただいてますんで、一つずつ取り上げてお礼を言わせていただきます。まずこちら、福井の方から、あ、名前も入ってる、ありがとうございます。これはね、福井の方からわざわざ来てくださった方がくださったんですよね。中身は分かりませんけども、なんかお酒だと思いますんで、これはね、普段お酒を飲まなくなった私もありがたくいただこうかと思います。本当にすみません、福井の方からはるばる来ていただきました。お二人の方がね、福井から来てくださいましたね。もう気をつけて帰られたでしょうか。はい、それからまたこちらね、こちらもいただきました。これはね、実はこの人には絶対にトランゼも触ってほしかったっていう方がいたんですよ。で、その方に私はね、まずは触れていただいて感無量だなっていうところから始まっていますけども、その方がくださいましたね。本当にありがとうございます。で、誤解していただきたくないのは、私がね、どっかに行って誰かと会うたびにこれをくださいって言ってるわけじゃないですかね。できれば何もない方がいいです。そのお金を、もう気持ちはありがたいんですけども、そのお金をぜひね、投資活動とかビジネスとかに使っていただければ、私はもうそれで十分でございますんでね。まあでも、もらったら嬉しいです、はっきり言ってね。はい、で、こういうものをいただいて、あとこれですね、これ、今日行った西粟倉村の名物で、西粟倉村バーガーね、皆さん西粟倉村って検索していただいたらと思うんですけども、全国初 ICO によって、村おこしをしようといろいろ画策してくださったね、そういう町でございまして、私も暗号通貨ニュースで真っ先に取り上げたのがこの西粟倉村というね、そういうご縁なんですよ。まあ、その西粟倉村に今日はね、お邪魔させていただいて本当に感無量でございます。しかもね、お昼ご飯もごちそうになって、皆さん私のこと囲んでいただいて、まあ私が囲まれたわけじゃなくて、多分ね、ナイト2000が囲まれたんだと思いますけども、それも込みでね、皆さんと記念写真撮ったりとか、ね、試乗してもいただいたりとか、やっぱりキットに乗ってみるとすごくワクワクしますよね。やっぱ少年時代の夢が叶うみたいなね。で、女性の方にもいっぱい乗っていただいて嬉しかったなと思います。で、ハンバーガーもいただけたと、いただき物ばかりでございまして、すいません。で、あとはね、こういうものがあります。これ武蔵の里っていうね、お酒が名産みたいですね。土屋さん、どうも。土屋さんからもチェリーいただきました。本当ありがとうございます。多くの方とね、チェリー一緒にいただきました。チェリーの周りには笑顔がたくさんでございました。はい、これね、武蔵のお酒、それからこれが西粟倉名物のいい湯だねと、温泉まんじゅうですね。まあ、西粟倉村名物って言ってもどこにでもありますね、こういうまんじゅうはね。はい、で、これ金つばでございますね。私の大好きな金つばが
私の手元にあるということで、これいただこうかなと思います。であとはね、これまた私の大好きなおかきですか。こういった地域のものいいですね、こうね、うん、まあ、こういうものがね、いろいろといただけたと。まあこれはね、食べてしまったらなくなるんですけども、うん、食べてもなくならないものがあります。それはね、やっぱり思い出かなというところがありますし、こういう一日一日が過ごせたことを、本当にこれね、動画を視聴いただいている皆さんのおかげだと思います。うん、もう私はね、今となっては何かビジネスを仕掛けるわけでもないし、何かを偉そうにコーチするわけでもないし、ましてやね、なんかプロダクトローンチを仕掛けるわけでもなんでもなくて、セミナーにも行かないし、そのね、講演会もしないのに、ちょっとね、足を伸ばしてその土地その土地行くと迎えてくださる方がいると、まあ、感動の、これがね、私の目指していた速稼塾の、ありがたかなというような気がします。もちろんビジネスをね、やりたいっていう方には、一生懸命私のね、まあ、なんていうか偉そうな言葉で言うと指導がいきますけども、うん、一人でも多くの方がね、金銭的な悩みとか時間的な悩み、それから老いですね、老化に対してどのように立ち向かっていくか、健康の問題とか、それからご近所付き合い、人間関係ありますけども、そういったものをね、一つ一つ一緒に考えて解決していければなと思っております。今後もですね、あちこち伺うことがあると思いますけども、その時は皆さんよろしくお願いします。で、私事なんですけども、この旅をもってですね、なんかいつも言ってると思いますけども、私あっちこっち行くのしばらくね、控えようと思ってるんですよ。結局あっちこっち行ってるんですけども、うちも出産が控えてますんでね、10月31日を予定日として、男の子がね、生まれる予定でございます。ですんで私もね、その近辺はどんな大事な用事があってもどこにも出かけずに、電話一つ出ずに、しっかりとその家族の方に力を入れたいと思いますので、よろしくお願いします。で、8月5日にね、東京に行く予定をどうしようかなと思ってたんですけども、あれはなくなりましたんで、すいません。8月5日は病院に行く日でございますんでね、検診の方させていただきます。うん、それからあと今月ですね、今月は27日に、関西空港入りまして、28日からバリ島の方に行きます。8月1日までですね。こちらの方も速稼塾の塾生さんが大半を占めてますんで、なんかね、お久しぶりみたいな感じで声掛け合っていただければと思います。アテンドしてくださる方も実は速稼塾の方でございます。速稼塾だらけです、本当に。だから安心してね、バリ島、インドネシア一緒に行って楽しんでいただいて、それから高い金利 7% の金利のね、銀行の口座をガツッと作って、日本以外でも資産を増やしていくというね、日本ではね、例のやつがもうガッポガッポお金を毎月振り込んでくださってると思いますけども、そのお金の行く先はインドネシアですよ。それをお勧めします。で、ここで、合わせて連絡させていただきますけども、例のやつの振り込みが月に4回ぐらいになったんですよね。ですので、その入金日が増えましたんで、銀行の口座を確認する日がちょっと増えました。作業が増えちゃって大変ですね。銀行の口座を見るみたいな作業が増えちゃいましたんでね、ワクワクしながら毎週入ると思っておいてください。ますますね、例のやつにつきましては信頼と誠実を持ってやってくださっていると思いますので、我々がね、一つ一つのあらぬ噂に動揺することなきように、それから同時に冷静に見ていって、有頂天にならないようにしていこうかと思います。こういうのも込みで、自分の責任ですからね。自分の人生責任取るのはやっぱり自分しかいませんからね。うん、まあそういうところで今日の放送を終わらせていただきます。本当に西アークラソンの皆様、通りすがりの皆様、そしてご縁をくださった皆様、昨日宝塚北サービスエリアで、会ってくださった吉谷さんはじめ、皆さんね、本当にありがとうございます。その他通りすがりだったのに私に声をかけられて、無理やり車と一緒に写真を撮らされて、でも結局良かったと言ってくださったね、皆様本当に感謝でございます。またいつか旅の途中でお会いできると思いますので、その時はまたね、手を握り合って、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。では失礼します。